ヨタカカは、鳥類ヨタカメのトガである。ヨタカと総称されるが、競技には、その一種をヨタカと呼ぶ。全世界の中尾クイドに生息する。全長19-29センチメートル。くちばしは小さいが、口は上下にも左右にも大きく、目の下まで伸びる。口の周りには、剛毛がある。黒、褐色、灰色などの地味の灰色だが、複雑な模様がある。 夜行性で飛びながら昆虫を捕食する。木の枝に対し平行に止まる。葉音を立てずに静かに飛ぶことができる。系統樹は半々へ通るより、俗は彼らの提案によるものを使った。ヨタカカはヨタカメの一置だが、ヨタカメは側系統であり、系統的にはヨタカカはアマツバメヨタカルイシプセラモーフ内の一系統となる。 他のトガとの系統関係は不確実だが、アマツバメメとの姉妹関係が弱く支持されている。ヨタカカの中ではまず規定的な、ヒゲナシヨタカ族、ミミヨタカ族、キエリヨタカがこの順に分岐した。ただし、ヒゲナシヨタカ族は、他のヨタカカと別系統だとする説もある。これらの規定群が分岐した残りのコアカプライマルギスは4つの系統に分かれ、そのうち1つ後は、 旧世界とオーストラリア区に他の3つ NW13 は新世界に生息する。ヨタカカの族分類は流動的で近年は15族に分けられてきた。しかし少なからぬ族が悲観系統であり、反、ハンエトールは系統的な旧族に再編した。一方、彼らが一族とした NW3 についた王、南アメリカ命名委員会は彼らの案だけでなく、 系統的な数族に再編する案にも言及している。国際鳥類学会議は2011年に彼らの提案の一部を採用した。中でも最大のヨタ家族カプリムルグスは主に旧世界に生息する族だが、かつてアントロスタマス、またはセタカルシースとされてきた新世界のグループが統合された。現行のヨタ家族は NW1、NW3、 規定群に分散した多系統であり、半、半トール、和を以外の種を別の属に分離、再分離、移動した。ヨタカカは伝統的には郊外などの特徴から、ヨタカアカ、カプライマルギニーとアメリカヨタカアカ、コーデエルニーに分けられていた。しかしこの分類は系統的ではなく、ナイトジャースは側系統で、ナイトホークスは NW2 と、 NW3 内の2つの小系統の計算系統で修練進化した多系統である。ヒゲなしヨタ家族と耳ミミヨタ家族は従来はヒゲなしヨタ家族にまとめることが多く伝統的にヨタカアカとされた。また他にアメリカヨタカアカに移す説、ひなげしヨタカアカ、ユーロストッポディニーに分離して、かの残りをヨタカアカカプライマルギニーにまとめる説、カレベルで、 ひなげしヨタカかユーロストッポディレイに分離する説などもあった。19世紀までは、現在のヨタカ目全体がヨタカ族とされ、単価たかヨタカかを構成していた。それらは19世紀初頭にごかに分割された。シブリーアルクイストでは、ヨタカかとそれから分離したヒゲなしヨタカかはそれぞれ、一ト型のヨタカ城かカプライマルグイディアとヒゲなしヨタカ。 上海ユーロストッポトデアを作り、それらは合わせて、ヨタカモ目カプライマルグだとされていた。原生種は、国際鳥類学会議による、全滅種ジャマイカコヨタカを追加した。和名は、厚生労働省などより、上位分類は、ハンエトールによる、彼らによる新しい属の分類を各説に記した。原生17属92種、互いには、 類縁関係にない規定的なグループ。繁栄トールは、ヒゲナシヨタ家族からミミヨタ家族リン臨ニツが、ヨタ家族からキエリヨタ家族逆トロニツを分離した。ただし IOC はキエリヨタ家族を分離していない。繁栄トールは、ヨタ家族の一部をアントロスタマスに再分離し、プアーウィリヨタカフェイリナプテラスをそこへ統合した。 ただし今後の研究により、プアーウィル・ヨタ家族は復活する可能性があり、IOC はプアーウィル・ヨタ家族を統合していない。繁栄トールはすべてアメリカヨタ家族コードイルズに統合した。繁栄トールはすべてハサミヨタ家族ハイドローソリーズに統合した。ただし南米オナガヨタかマクロソリーズはサンプリングされて、おらず系統一致には疑問もある。 IOC はこの系統の分類を再編していない。繁栄通るは全てヨタ家族カプリムルグスに統合した。茶色ヨタカは従来からヨタ家族に含める説もあるがサンプリングされておらず系統位置には議論がある。IOC はこの系統の分類を再編していない。ありがとうございます。